はい、音楽なんだっけ音楽ですか、はい、はい、今回の音楽の、アーティスト名はセレナ・ゴメスさんで、曲は、ロス・ユー・トゥ・ラブ・ミーでした。おお、ありがとうございます。なんか番組の雰囲気が違うね。そう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 もうね、一生懸命考えたんですですね、うん、ね、考えてくれた。うん、それでね、先週ちょっとゲームの話してたんですけど、もうなんだろう、ね、言われるゲームが FPS 系、3D グリグリ動くやつ、だから自分はね、もうそういうのは酔うし、反射神経ついてこないからって言って、諦めてたというか、避けてたというか、まあやめてた、はい、だけど、どういうゲーム？ 3D で、まあ打ちまくるようなやつ、まあ、FPS ゲームっていうんですけど、ファースト、戦争ゲームって言えばいいんですかね。うん、けどね、やっぱりその楽しそうな話聞いちゃったもんで、ついついね、回想になっちゃうんだけど、特に昨日、ね、前回話してたのゾンビのやつ、はい、ワールド、なんだっけ、ワールド・ウォー・ゼットっていう、この映画わかりますか、あの、このあ、そうそう、そうですね、ブラッド・ピットだっけでしたっけ、あのそのワールドウォーZのこの映画が出て、それでなんかリリースしたみたいな感じのゲームが出てるんですけど、うん、まあ、本当にね、もうゾンビがたくさんボーって出てきて、それをあの4人協力プレイして倒すゲームなんですけど、4人で、あのストーリーを進めながらその協力プレイでできるんですよ。もうそれでもオンラインのその友達と一緒にやって、でそれで進めてクリアする、うん、でそれで、まあ、そういう説明をね、先週聞いたんだけど、ぼっちの人はどうしたらいいの？あ、ですね、一人の人、まあ、そこら辺多分疑問かと思うんですけど、残り3人はどっから集めてくるんだろう。まあ、もうこれはもうオフラインでも一応できはするので、あの後の3人はボットで、うん、あ、ボッ、うん、AI が来て一緒にこのサプレッサーの銃使ったりして、それポーって打ってきた、プチプチとか。どっちにしてもネットにつなげなきゃできない。 AI だと、オフラインの AI がある。オフラインは AI があるってこと？ AI、 そうですね、オフラインで AI とかもできるし、うん、まあ、ネットだったら、うん、あの、まあ、公開マッチとか、全然知らない人が入ってきて、全然知らない人が入ってきてとか、あとフレンドさんを招待して一緒にやったりとか。それだと自分の家ではできないでしょ、ゲーセンとかで。いや、自分の家で、自分の家ですね、うん、だって AI ってすごい処理能力使うよ。まあそうですけど、でも今の時代はもうそれが普通なんですよ。そうなの。そう、 AI っていうこのね、この、うん、もうボットって言うんですけど、うん、ボットを普通にね、あの、今のコールオブデューティもそうなんですけど、普通にボットってのもあるんですよ、うん、ある。なんかボットウォッチとかも、ボットと対戦したりとか、うん、そういうのもできたり、なかなかね、もうすごい時代になってんじゃないっていう感じ、うん、技術がすごいって言えばいいですかね。じゃあ一人でも、まあ、とにかくフレンドがいなくてもなんとかなると。そう、なんとかなるんですよ、うん、もう練習になるんですよ、うん、ゲーム屋がそんなのわからないんだな僕は。いやけどやっぱね、もう本当にね、1週間もう夜になると、なんとなくこうオンラインショップの方で、うん、衝動買いしそうになって、いやいや俺は絶対酔うからっつって戻、現実に戻って買わない買わないっつって。だけど技術が新しくなればなるほど、酔うのは少なくなる。そう、うん、だからあのカクカク動くっていうのが酔う原因でもあったね。で、スピーディーにゆっくりじゃない、早く動いても、なんかスピーディーになんかカクカクじゃなかったら、あの酔わないんですよ、うん、だからその酔うっていうのはいろんな酔い方あるんで、また別の問題もあると思うけど、昔のその自分の目と合わないっていうのが一番酔うって感じ、うん、あの遅くても酔うのは酔うです。そうですね、何しろね、今回のポケモンの新作でさえたまに酔うんだけど、うん、どうしようって。まあ僕もね、ゲーム酔うんですけど、やらないけど、いや本当にね、瞬間的にこう、例えばホテルに着いた時、うん、普通のこう視点からいきなりホテルの前景を映す、普通にふわーっとかなるわけよ、はい、画面が、視点が的に、視点がね、その瞬間にね、自分までふわーってきて、あ、やばい、酔うっていう、うん、けどもその次の瞬間にはもう止まってるからいいんだけどね、うん、でも、うん、なんかわかります。なんかもう新作になるほどなんかちょっと酔ってきてしまうみたいな、うん、今作のモダンオフェアもなんかちょっと合わないっていう人多いですね、うん、ああ、まだあの昔ゲームやったけど5分以上できなかったんですよ、言って。それはちょっとひどいね。だからひどかったんですよ、自分、うん、画面酔う方だから、ね、
やいやゲームをもう5分ぐらいやったら逆に手術するんだけど、それ、うん、もうそれでもうこれ以上やると気分悪くなるからってことでやらない。自分 あのウルトラマンじゃないけどリミットがある、うん、5分しかできないって。じゃあもう特に FPS やったらもうめちゃくちゃ余裕じゃないですかね、うんうん、あのね、この銃持った時のこれエイム覗いてる時にで多分酔うと思います、うん、あのもう動くんですよ、覗いててもコタコタコタイライラしたりとか、多分それ見た後もすごい酔うって、うん、そう上手い人はね、そのエイム覗くのが瞬間的なんだね、パッて覗いてパッて、そうですね、まあ、あれできないんだ。あれはでもまあ、海外とか、まあ、日本のプロゲーマーとかもそうなんですけど、うん、上手い人はもう本当に低感度と中感度が多いですね、うん、早い人はもう、まあ、ちょっと疑っていいっていう、ちょっとね、コンバーターってい う, う、まあ、マウスなんだけど、ちょっとこのエイムアシストがついたマウス、ああ、まあ、これはもう、まあ、グレーゾーンとして、まあ、ちょっと不正なんですけど、うん、まあ、これの確率も高いですね。うそういうのあるんだ、うん、ほらね、その上手い人たちの動画を見ると、はい、まあ、俺には無理だと思っちゃう。いや、でも練習したらいけます。いけます。まずは感度とかを、まず最初遅い方からやってきて、うん、自分にちょっと合うなっていう感度を探して、うん、なんですかね、このアシスト、エイムアシストっていうのがあるんですけど、うん、まあ、コントローラーってこのね、親指か、まあ、人差し指か、うん、人によってはちょっと持ち方によって違うんですけど、うん、これでちょっとエイムアシストを外してみて、ボット落ちをして、なんかエイムかこれこの感度合わないなとか、うん、1分打ってみて、あ、これだけ倒してみた合わないな、多分分かると思うんですよ、うん、でそれでちょっと感度上げてみたり下げていったりとかできちゃうので、うん、そっか、まあ、確かにちょっといじったな、コールオブデューティーの時に、うんうん、だんだんと速くしていって、あ、このぐらいの筋がちょうどいいわっていうの。そうですね。あと、ただ武器が変わったらできなくなった。そう、武器によってもまた感度は違っていくので、うん、でも固定したいっていうのは分かります、うん、自分もやっぱり固定したいっていうのがあって、全部武器の対応の感度を選んでやってるので、うん、でも、まあ、それなりに練習は必要ですね、うん。